この動画は、えー、日本一の物理学者がひも解く宇宙の真実、安江国夫先生に聞くということで、えー、もう2度見てですね、それからあの神の物理学はあの買って読んでみまして、もうここまで来たら言語ではないかと思ったんですが、で今日ちょっとあの夕食の。 まあコンビニに買いに行ってですねもう大事なことですね湯川秀樹博士と湯川秀樹先生と友永慎一郎先生のお二人にも二大巨頭がいてでその後はですねあのもうなんとか潜り込んでみたもののあのもう。 要するに重箱の隅をつつくような計算ばかりをしていたのでこの人は天才ですね。あのそれでも奇跡的に生まれた野生方程式とそしてこの湯川秀樹博士と言語のつながりというのは実は深いんです。もう50年あります。で湯川博士は三枝博と和訳言語実はこれにはあの図がないんです。 文楽を読んでいて梅園、えー、という人は偉い人だと思っていたと、うん、そうしてあの50年前にですね三浦家に三浦家を訪れられましてそしてあの<え>私が在,在,在,在学中であった18歳の時でしたけどもあの19歳かなそれくらいだったんですけどもあの大分工業高専に。 公園に来られまして演題、えー、の上の横川博士をすごい人なんだなと思って、ね、見ていましたその聞いていましたその様子を覚えていますけどもあの言葉はですね内容はよく覚えていないんですでその時によ横川秀樹博士がですね三浦家を訪れて、えー、自筆言語の図を見て 頭のてっぺんから飛び出るような声を出したと。ということをあの私の師匠の高橋正康先生がおっしゃっておられた実はガイドをしたのがもう超問題児、まあ、天才と何とか紙一重の一重の紙がなかったその高橋正康先生が実は湯川博士とバーゲンをつないだんです。それがもう50年前 五十年以上前ですね。で、その頃と実はこの。素領域理論ですね。四、えー、次元時空を分割不可能な最小領域、素領域というに。 に区分しエネルギーが加わって冷気された素領域が素粒子であると見なして素領域間のエネルギーの授受によって素粒子の生成消滅などを論じようとした城1966年、横浜秀樹により提唱された。ということで1966年でしょう。 50年経つと2016年でしょう。51年経つと2017年。この頃に高橋正康先生が京都に言語の内容の紹介に行ってたんです。その時に湯川秀樹博士と出会ってるんです。で、その後、そのいろんな問題があってですね、あの、高橋先生大変、あの、 不遇な天才の典型のような人生を送られたんですがでも高橋正康先生が京都に行くようになったのは湯川秀樹氏と湯川秀樹博士と会うためであったということですそれでもう目的は達成してるのでその後は知らんわとあのこれがねワンワールド国体っていうかね怖いとこなんですよ目的を達成したら知らんわとまあナポレオンもそうですね 目的を達成したら、あとは勝手にやってくれというようなところがあって、ですね怖いんです。私はもう恐れおののいておりますしかし、まあ捨てられたら捨てられたで、その時ですから。で、これが関係してるんです、実は。素領域。中外法人で検索しましたら、出てきました。 でそれで、その現像を使ってはならんということなのですべてイラストレーターで書き起こしたんですよ、模写しましたでこれ極限まで小さくすると素領域になるんです、で極大化するとですね相対論的宇宙論になるんです相対論的な宇宙になりますでどこまで小さくしてもまたどこまで大きくしてもこのペアがなくならないというのが中外です、中と外。 極限まで小さくしても点にはならないんですそれが素領域ですね方というのはねこれ時間の方向を言うんですごくわずかでも移動する時は時間が流れるんですいというのはこの位置のことを言うんですこれは頬が時間の流れ位が空間的な位置ですそれでですねこれはね ちょっとこうとんでもないですねこの空我が空間は一体どのふうになってるんだろうと空っ,ぽも空っぽの何もない空っぽの理由がないそ本当にそこを研究したいとまあそこれね実はここなんです3次元の空間ってここにあるんです右側 それでニュートンが考えているような静一的な時間の,なの流れというのは中2にあるんです。これを融合したのがこの天陽でこれがあの相対論的な時空間なんですよねで。これはまあ以前にも申し上げたんですけどこのキー母数というのは気というのは軌道のことなんですえ。軌道には基本的には回転の軌道と昇降運動の軌道しかありませんよということですね。でキーボースというのは例えば130億光年前の宇宙の あの星が見えたということは130億年かけて光が飛んできたということでそこに軌道があるんですよねそれを木というんですそれをこの図ではねイっというんですその間130億年経ってますよねそれをっというんです頬位位が違ってたら我々は観測できないですよねですからねこれ実はものすごいことをこの方おっしゃってるんですけど実は あの横は秀樹博士が「バーゲンのゾンビ」です。本当にこれですね泡のよようなな構造になってるんだよというのがこれなんです。これ実は平面じゃないんです。これは旧構造の球の中心なんです。小さくしていくと泡のような構造になるんですよというような理論を出されたのでということですよね。 僕はそれを研究したいと指導教官に言ったら、まともに一括されて、まあ、こんなものです。今時そんなバカなこと言ってて飯が食えるかと。これ、凡人の言うことなんですよね、うん。そんな、この人飯食いたくないんですよ。そんなことで。私もバゲンをね、あのネタにして飯を食いたくないですから、鍼灸師として研究はしてますよ。<laughs> ですから、面白いでしょ。とか言われて結局ね、俺は潰れると思って、 水素にでも行って基礎的な空間がそして野生方程式っていうのを作ったんですよね一瞬でこの死体の裏頭蓋骨の裏に浮かんだのが野生方程式でこれ天才の直感というのはそんなものですで是非ともこの日本一の物理学者がひもく宇宙の真実をご覧になってくださいそして実は 直小化したら泡なんですで、すこれがエネ,エネルギーが加わって冷気された素領域が素粒子であるつまり素粒子はでもあの波の性質と粒子の性質を両方持ってるというのはその両方を統合した超越者というのは見えないんですよね実はそれがこのエネルギーなんで言語ではそれを「真」というんですよね「芯が活してると。 物を貸していると。進化す、ゆえに物理す。この両方があ,あるんですよ。で、これがあのこの点虚数があの4次元時空連続体をも超えたあの両芝ですね。この両芝を埋めているのが素領域ということです。そして その上にその物理質というのがあるんですね、真によって活性化される物があって、こっちはフィールドですからね、場ですから、こういうものがありますよと、これ,これ自体はもうあの観測不可能でしょうね。そして、地、実質、物をる、そして、こちらが我々が認識する、というか我々が生活するしている世界、観測者が存在している世界がここにあるんですよね。 観測者が存在しないとそもそも観測という行為が成り立たないんでこっちも成り立たないんですよね。これがまあ天と地だとあの。こういう図を湯川秀樹博士があの高橋正康先生に一つ一つ聞いたと思いますよ。これはどんな意味かねこれはどんな意味かねこれはどんな意味これはどんな意味って言って逐一一つ一つ。 答えることができたのが高橋正代先生だったんですよあの当時そこまでの理解ができていた人って他にいなかったんですよね。中外法律のこの中,央中心を地球に持ってくると地球から見た宇宙が見える。太陽に持ってくると太陽から見た宇宙が見える。月から見たら月から見た宇宙が見えるんです。 それは中外方位図ですねこれを極小化すると素領域になるし極大化するとあの相対論的な宇宙になるそれをこの方と意を極大化してみるとですねあのビッグバン宇宙が見えますねビッグバン宇宙論これも画像で見ますとねこういう風な。 こちらが方なんです。これが E ですね。こっちを場合は K と E、えー、っとそうですね、K、こっちを E と言ったんです。K、K 膨大図ってありますね。K、E 図という図もありました。時間経過とその空間っていうのは一対であるということです。で、それで、あのー、まあ、どんどんちょっと、まあ、 すすごいです、ね、10倍の給料をもらえてスイスに行って車を買ってアウトバーンを200キロぐらいで飛ばしてたらランチャーっていうスポーツカーですねなんか面白いですよそしてアウトバーンでぶっ飛ばしてものすごい振動でわわっと来てうわーっと思った瞬間ここね急に音もなく振動もなくそんな世界に入って。 一瞬中央を飛んだんじゃないですかね。うん、何十メートルか、20メートルか、30メートルか。その一瞬に、野生方程式が生まれたんです。この野生方程式をね、あのこれはもう、これはまあ、あの読んでいただいて、まあ、見ていただいてですね。 これと言語が実は関連しているしこの先生の「神の物理学」という本があるんですよ。でそれを生き理論ね「この神の物理学」この中であの語,られ語られている「モ」などが言語の天札で扱う「天」です。 天なんですそれでですねこれはもう言語「天札」で扱う「天」であるとこちらですね「モナドなんですよだから月のモナドとかね岩石のモナドとかあの語られています書かれていますけれどもそれは実はここなんですモナド端子ですね 端子というのはそれ以上分割するとその本性を失うような最小単位があってそれが世界を構成しているというライプニッツの理論ですがもともとそれはあの仏教にあったんですよそれはタガボッケイ君にこえわる書の中にありますでそういうことであのこの中にノーベル賞がいくつ入るんでしょうねすごいですよノーベル賞がいくつ入るんでしょうね こ,この中にまたノーベル賞がいくつ入るんでしょうねそれぐらい言語というのは本は言語の思想これはあの根本は天台密教なんですけどもねそのそこにはナーガルジラの中論もあるしマニの一時両面の思想もあるしそのそこにはさらにその釈尊の中道の教えがあるんですけどもそしてまたあの理解不可能なあの アリストテレスと同時代のその宗宗南宗の人ですね宗子が生まれて正反対の思想を作るというこの摩訶不思議な地球の人類史の思想史の不思議ですねそういうものがここに凝縮されているんです。そしてこれがおそらくはもうあの 仮想空間に実装されてそしてデジタルバイエン先生とかデジ,デジタルニュートン先生とかデジタル湯川秀樹博士とかえっとデジタルにするにはちょっとまだあのご存命ですからねまだまだですけどあのデジタル創始とかねデジタルアリストテレスとかが出てきて議論をするというのはものすごく面白いですね。 ということで、えー、とにかくこの言語という本の空恐ろしさ空恐ろしい大きさについてお話しいたしました。ではこれで終わります。